Peggy 16.進めるってことが一番重要なこと、まあ、一番難しくて重要なことだったと思うんですけど、その中でその今までいるキャラクターっていうのはやっぱりみんながすごく好き愛してくれたキャラなんで、その人たちを、まあ、やっぱりやめますみたいなことは絶対できない、まあ、アイビー、ナイトメア、まあ、アスタロス、まあ、上げたりキリはないんですけど、その辺の人たちが存在できる、かつ新しい人たちもこう出てきて、こうどん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 こううまく両方がこう合致するような、まあ時代、まあ進む年っていうと17なのかなっていう。そうですね、新キャラで一番打ち出しているのは、パトルクロスとピラ、うん、でこれは、前回の人気だったソビヒティアの娘と、でその、まあ、選定基準って言っても結構難しいですね。でもやっぱりソフィーチャーの息子娘であるって非常に大きくて、でソフィーチャーっていう存在がそもそもソウルエッジ、ソウルキャリバーというもの、まあ、ゲームのタイトルにも出てるぐらいなんですけど、との関わりが深いっていうのもありまして、その関わりの深いキャラクターの息子娘がまた新しい主人公になることによって、またソウルキャリバー、ソウルエッジにまた人生をこう翻弄されていくみたいな話になっていくんで。で次は滝の、まあ、次世代の滝ですね、夏っていうキャラクターなんですけど、まず忍者を考えた時に、まあ、忍者って年を取ったら基本的に活動しないんですよ。忍者ってそういう超人的なイメージを持ってるけど、忍者としての意味合いを考えるんであれば、彼はもう彼女は引退するべきだと。で次の素晴らしい忍者を当然のように育てていて、でその人がリリースされて、その人を見守るのが次の滝の役目なんだろうなって。ゲストキャラクターの選定基準って実はシリーズごとに各々違ったりするんですけど、少なくとも今回5という中で、ゲストキャラクターをどう選んでるかっていうのは、もう純粋にお客様がゲームプレイとして楽しんでいただけるかっていうところですね。今回のゲストキャラクターはですね、こうぜひみんなの期待に応えたいなと思っておるんですけど、ゲームの方からになるんですが、UBI 社がですね出しております、アサシンクリードシリーズから、アサシンクリード2、エッツ。やっぱり2つの件、まあ、ソウルキャリバー、ソウルエッジっていうのはもう常にシリーズの中で名前が上がってきて、でただこの2つの件の関係性というのは実はあんまり今までのシリーズに行ってないんですよね。ソウルキャリバーとソウルエッジの運命はこの先どうなるんでしょうっていうことをどん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 進めていって、みんなと一緒に話を進めたいなっていう気持ちがあるので、まあ、今回の世界観はそこに最もこう忠実に進んでるかもしれないですね。だけど今回今我々のノリを見てもらうと分かるかもしれませんけど、結構ストーリーに関しては大きく見せていこうというところがある中で、やっとソウルキャリバー、ソウルエッジの関係とはどういうものかっていうのをまだ一部だけなんですけどお見せすることができるかなと。でどういう関係なのかっていう答えはぜひプレイして体感してほしいですけど、多分見た方どなたも言うのは、あ、ソウルキャリバーとソウルエッジってそういう関係なのっていうような答えが待っていると思います。ソウルエッジとソウルキャリバー、まあ何でしょうね、これって割とそのどっちが強いのみたいな気持ちはあるかもしれないんですけど、まあどっちが強いのって言われると、どっちでもないっていうのが正しい答えかもしれないです。まあヒントに近いですよね。ヒントですかね。で答えではないけど。